のさ、りょうたさん、くまありがとうございます。くまさん、くまさん、くまさんもない。嬉しい。たなちゅうさん、かぼちゃ、かぼちゃありがとうございます。でもショールームのことがよくわからなくて。花束11人の約束さん、ありがとうございます。嬉しい。ほうきはある？ほうきはないです。ほうきあるかな。空を飛んでるの。わあ、ありがとうございます。たくさん、ゆちゃんさん、花束たくさんありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介します。ラストアイドル2期生の立ち位置2番の水野真奈です。よろしくお願いします。わ、たくさん送ってくれてる、嬉しい。キムさん、たくさんありがとうございます。かぼちゃ、アイス、アイスクリームがある。アイスクリーム、最近アイスクリーム抑えてるんです、私。キムキムしか。もう1000人もありがとうございます。こんなつまらないものに申し訳ないです。どうしましょう。手振ってください。ありがとうございます。今日体育祭だった。ゆきさん、体育祭どうでした？楽しかったですか？体育祭やりたい。もう終わっちゃった。ウィンクしてください。ね、ウィンク、ウィンクはやばい。ちらっ。ももちゃんのモノマネして。ももちゃんはラリルレロって言うのが苦手らしくて、ラリルレロって、ラリルレロって言ってます。怒られる。ゆめちゃんと仲良し。ゆめは昨日の配信でずっと行きも一緒に行ってくれました。駅から。私方向音痴だから、一緒に行こうって言った。いいよって言ってくれました。ももこちゃん見てる？やばい、ももちゃんに怒られる。ももちゃんごめんなさい、許してください。母上って呼ぶの？母上はなんかあの時の気持ちがなんかお母さんじゃなくてなんか母上って気分だったから母上って呼んだ。時と場合によります。イエーイ。え、どうしよう。母上好き。鉄板ネタだよ、母上、母上。でもメンバーのみんなから、私鼻声じゃないですか。だからなんかすごいバカにされてる、バカにされてます。なんか一言ずつ喋ると全部なんか真似されます。悲しい。生まれた時から鼻声なんですよね。こうちゃんさん、こうちゃんさん、ありがとうございます。わあ、ギフト、あ、ありがとうございます。オメガさん、オメガさん、ありがとうございます。まさまささん、ハートも、ハートありがとうございます。ハート。ひまりんごさん、タコ、タコありがとうございます。
さんもタコ、タコとアイスと子猫、子猫アイスありがとうございます。子猫さんありがとうございます。なんか全然本当にもうショールームのことがわからなすぎて本当に申し訳ないです。ごめんなさい。キムさんタワーありがとうございます。本当にタワーの価値はわかります。ありがとうございます。げんちゃんさん、みなもとちゃん、げんちゃんさん、くまさんありがとうございます。げんちゃんさんかな、ありがとうございます。名前呼んでください。ポンさん、ポンさんありがとう、ありがとうドラムやってる姿もかっこいい。でもドラムもすっごい下手くそなんですよね桃ちゃんがマナンちゃんの変顔面白いって言ってたよ。桃ちゃんは余計なことを発してしまったようだ桃ちゃんは余計なことを発してしまったようだ。変顔はいつかみんなに見せれたら、見せれるかな、見せないよなんでゆうな、あだ名つけてほしい。ゆうちゃん、ゆうんちょすだよー今の変顔、変顔じゃないです。この変顔じゃないよ。ちょす気に入ってるのか。チョス、マナンチョスって名前の由来みんな知ってますか。あふれたくさん、さつきさん、なつきさん、ハートと花束ありがとうございます。マナンチョスっていうあだ名はなんかみんなにすごい聞かれるので言いますね。マナンチョスっていうのは中学校の時に、中学校1年生の時に友達になんかあだ名つけてって頼んだら、なんかマナって子が2人いて区別つかないからみたいな感じで、じゃあチョス、ニチョスつけようみたいな、マランチョスにしようってなりました。マナ今3人います。白石マナちゃんと岡村マナちゃん、2人とも可愛い。岡村マナさんとはバスで隣だったんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。うわ、だるまもたくさんありがとうございます。やしゃだるまさんありがとうございます。だるまたなちゅうさん、たなちゅうさんもだるまありがとうございます。だるま本当にグダグダです、ごめんなさい。もう一回自己紹介しますね。ラストアイドル立ち位置、あ、ラストアイドル2期生の立ち位置2番水野真奈です。高校3年生の17歳です。老けてますかね。ウッシーさんありがとうございます。花束、花束。ゆうちゃんさんハートありがとう。キムさん、だるまありがとうございます。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ野球好きですか。野球は見るのは好きです。高校野球とか見るのは好きです。でも自分はできません。あのソフトボール投げ、なんかみんなルナちゃんとかがなんか投げれないって言ってて、9メートルって言ってたんですけど、私高校1年生の時のソフトボール投げ3メートルしかいかなかった。内緒にしてきますマナチョスに名前呼ばれた。花てんてんさん、花てんてんさんありがとう。のんまの仲良しです、好きです。のんちゃんはめちゃくちゃもう聖母です。優しくてずっと笑顔でニコってずっとこんな感じ
秋太郎さん、ありがとう。まなちゃん足速そう。なんか小学生の時とかはうん速かったけど、なんか最近年なのかわからないけど、なんか1年ごとに1秒ずつ遅くなってます。ゆーちゃんさん、まなちゃん一番好きよ。ありがとう、ありがとう、こんな私を好きになってくれてありがとう。ももちゃんがよくモノマネでまなちゃんディスってるよ。ほんとだよ、見てるぞ。ももちゃん見てるか。いつも母上って言わないの？いつもはね、内緒です、おかみさんって言ってるかもしれないし。ケンタロウさん、花束ありがとうございます。ひまりんごさん、これはなんだろう、こういうやつ、持つやつ、なんだろう、風呂敷、風呂敷っていうのか。ありがとう。ハートありがとうございます。さいけんさん、くまさん、ありがとうございます。ありがとう。まーちゃんさん、かぼちゃ、かぼちゃありがとうございます。緊張して汗が出てきましたね。暑い暑い。まなちゃんさん、はじめまして、はじめまして。うん、何時までするの？10時まで。30分間だけやります。高校3年生なので10時までです。まだ高校生なんです。2期生正規メンバーとアンダーメンバーで一番仲いいのは高橋ミミが一番仲いいかな。ミミは本当になんかやばい、本当に好き、面白すぎるし気が合いすぎて怖い、やばい。右派よかった、ありがとう。イグエさん、ありがとうございます。昨日頑張りました。私あれ酸っぱすぎて呼吸ができなくなっちゃって、最初リアクションがなんかよくわかんなくなっちゃったんですけど、本当にあのやばかったんですよ。本当になんか喉が焼けるんじゃないかと思って、だからなんか猫耳つけた時、本当は言いたいこと違ったんですけど、まあ、アンチェスダニャンって言いたかったんですけど言えなかった、あの頭が回らなくて、酸っぱすぎて呼吸困難、本当に呼吸困難だった。お水がね甘すぎてやばかった。バレーボール好き、今さっきもずっと見てました。今めっちゃ好きです。あのやるのは苦手だけど見るのめっちゃ好きで、いつもいやーって頑張れーって叫んでます。家でお母さん、あ母上と一緒に母上と一緒にやってます。うわ、2000人くらい見てくれてる、嬉しい、ありがとうございます。わあ、キムさん、タワーまたありがとうございます。東京タワー松岡さん、クマさんありがとうございます。吉田だるまさん、青いだるまさん100個もありがとう、ありがとうございます。小林さん、だるま100個もありがとうございます。これはだるまは色違いなのかな。ゆっちゃんさん、花束ありがとうございます、嬉しい。松岡さん、タコが2個も、タコチューチューチュー。ケンタロウさん、花束ありがとうございます。あと10分、早い。バレーボール応援して負けちゃいそう。頑張れ日本、頑張れ日本。乃木坂好きですか？乃木坂46さんめっちゃ好きです、めちゃくちゃ好きです。頑張れマナチョ、ありがとうございます、ありがとうございます。
乃木坂のいくちゃん好き。生田絵梨花さんめっちゃ可愛くないですか。すっごい可愛い。お人形さんみたいで歌もうまくてすっごい好きです。鼻声ですね。風邪ですか。あの生まれた時から鼻声なんですよ。気にしてます。これはランキング、ライブランキングかな。13位から読んでいきます。ゆうきさんありがとうございます。ゆうきさんありがとう。12位、ルグさん。ルグさんありがとうございます。ルグさん。トックさん11位、トックさんありがとうございます。ありがとうございます。10位、たけさんありがとう、ありがとうございます。9位、松岡さん。松岡さんありがとうございます。本当に今日は忙しい中来ていただいて。8位、オメガさん。オメガセブンさん、オメガ7、オメガ7ありがとうございます。7位、桜井33さん。桜井33、桜井さんありがとうございます。6番、ゆちゃんさん。ゆちゃんさんありがとう、ありがとうございます。5位、りょうたさん。りょうたさんありがとうございます。え、こんなんでいいのかな。本当に4位、レイレイさん。レイレイさんありがとうございます。本当に今日は忙しかったですよね。お疲れ様です。3位、げんちゃんさんありがとう。源さん、げんちゃんさん教えてください。2位、さいけんさん。2位、さいけんさんありがとう、いつもありがとうございます。1位、キムさん。キムさんありがとうございます。本当にたくさん応援してくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。幸せ者になりました、ありがとう。よし、パチ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 、あの88888って書いてパチパチパチって読むんですよね。覚えました。私みんなよりレベルアップしてますよ。幸せ者になりました。あいぶきポーズして、あいぶきポーズってなんだろう、これかな。スクショタイム欲しい。スクショタイムってどんなポーズすればいいの。何秒、何秒、マジでレベル上がったやった。じゃあスクショタイムいきます。ピッ、オッケー。ぶりっこポーズ、グーパンチ、グーパンチからいきます。ぶりっこポーズ、ぶりっこポーズはなんだろう、こうかな。虫歯ポーズだこれ、こうか。あかんべして、うん、やだー。イエーイ、うさ耳ポーズ。いいかな、ありがとうございます。撮れたかな。母上ポーズ、母上、母上。ちょっと顎ピース、ありがとうございます。神奈口まっつーさん、あ、ハート1000個、あ、1000個じゃなかった、100個だありがとうございます。トックさん、タコありがとうございます。キムさん、クマありがとうございます。アイコンもクマだ、クマクマクマ。ケンタロウさん、花束ありがとうございます。うわ、暑い。さっきも言ったかな、だるまありがとうございます。本当に2期生のモノマネして、誰だろう。いや、ポーズ終わるの早い。ごめんなさい。じゃあもう一回
どうですか、撮れました、可愛く。マヒロであだ名つけてほしい。マヒロン、マヒンチョス、マヒン、まあ全部チョスつければいいと思ってるかもしれない。何でもチョス。ドラム叩いて、じゃエアドラム行きます。ズチャン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 。ごめんなさい、バカにしてないです。ドラム大好きです。なんでヌが好きなの？なんかヌっていう発音良くないですか？ヌヌっていう、なんかわかりますか、この気持ち。ポタージュでつけてください。ポタポタン、ポタン、ポタもち、ポタンチョス。ラ、ラナ、ラナちゃん、ラナ、ラナ、ラナンティ、ラナンティ。本当にグダグダでごめんなさい。ちょ、最後にもう一回自己紹介しますね。ラストアイドル2期生の立ち位置2番水野真奈です。覚えてくれましたか？短い時間でごめんなさい。楽しかったです。私はテンション高めですか？私テンション高いんですよ、結構。でもなんか眠い時が多くて、眠い時はテンション低くて機嫌悪いかもしれない。それ一緒に貼り付けよう。ここに貼り付ける。次からは勉強しました、ありがとうございます。30分で2500人超え、いやーすごい、ありがとうございます。ありがとう、みんな本当にありがとう。あと2分だ。ゆなちゃんが一番好き。ゆなちゃんありがとう、私も好きだよ。イエーイ。ももであだ名つけて。もも。ももこ。ももこ。ガオってやって。ガオ。名前叫んで。ひでちん。ひでちん。ひでちん。そう、次はみさきちゃんの配信だから、みんな。見てください。みさきちゃん可愛いです。今日も絶対可愛いし、みさきちゃんは頼れるお姉さんなんです。ちょっと抜けてるところもあるけど可愛い。なんてその可愛い、いや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 、私なんてもうとんでも申し訳ないですもん。バンってやって、バンやばい、もう終わっちゃう。どうしたらいいんだろう、最後って、最後ってどうしたらいいんですか、最後ってどうしたらいいんですか。投げキッス、ありがとう、みんなありがとう。ああと20秒だ、20秒。おつんちょーす。キスしてない、ズッキンして、また後で後悔するよ。